이제 카운트 하시면서 꺼봐봐 0 3 2 1 GO! 流れるようにスムーズだ。そこまでそうだぜ。ガリガリに攻めているわけでもない。ついているのはなぜか、こんなのじゃないはずだ。ドキドキする。初めて一人乗務した時みたいな高揚感だ。五感の全てを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んでも全然離れない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が来ると差は開いてないそうだ。スタートからポジションが変わらずな。相手のドライバーはドラテクよりも戦略で勝つタイプ。現存しない車を持ち出していくことは当然だ。旧の戦闘だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスを気がつけばいい。なら心配ないか。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。関西最速ダウンキラーって聞いてたけど、こんなもんなのか。期待して損した。なんかつまんない。さっさと無事に終わらせろ。俺何を言ってるんだ。取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろ。だから誰が運転したっていいじゃないか。違う。そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消した。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦くんは考え違いをしているよ。命をかけるってこういうことなんだ。だから早い。おっと思い出した。この下品でぶち切れてバカっぱやな走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年会える。だったったー、手の前に出てるぜ。行けよ、ナブヒカ。高級の底力見せてやれ。武蔵小関を通過、母船が先行。すがだぜ、ナブヒカ。このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかも。だぜ。ダーリン、くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けどこのポジションだ。5000の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんてただごとじゃないぞ。本当に大丈夫なの。わかんねえよ、そんなもん。藤原次第だ。
さっき心配ないって言ってたじゃん。動力線は全長25キロと比較的に近いです。先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いないが、後半の戦況は藤原なら十分チャンスだ。圭介さん、俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうかだ。関西最速のダウンヒラー、阪急に背を完全に抑えてる。となのか。まもなく4番線に信彦が前だ。本当だ。よし、いいぞ、抑えてる。行けー。なんだ、信彦じゃない。これはどういうことなんだ。聞くのを過ぎた。ゴールまでわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからない。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。られないよ。ついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にユーズのツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方が強い。しかし鉄道はレールと車輪が鉄道し、摩擦が少なく滑りやすい。ある程度の重量がなく粘着、ブレーキングではフロントに荷重移動し粘着力を稼ぎ、上り勾配ではフロントに荷重を寄せきれず粘着力が不足。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車だ。弱点、つまり東急路線系は上り勾配の敵に弱い。ええことだ。無助手のアドバイスもこういうことだと思います。アドバイス何だ。チャンスは迫力、ここしかない。願い事を叶えてあげるか。違うな、そいつは自分で掴み取るものだ。見せてもらうぜ。
どうだった信彦、関西エリア最速って言われてるダウンヒラーと互角にやり合った感想は？互角といえば互角になるのかな。無我夢中であまり覚えてないんだ。なんか含みのある言い方だな。そういやいつの間に9戦に戻ったんだ。藤原もびっくりしてたぞ。いろいろあってな。ともかくたっぷり見せてもらえたおかげで俺なりに分かったことがある。あの2戦に勝つ方法は一つしかない。